どうも大之助です。今回は嫌なことから逃げない人間になる方法について解説していきたいなっていうふうに思います。いやー、現実と戦う、そんな人間になりたいですよね。僕も常日頃からそう考えてるんですよ。やっぱり僕たち人間っていうのは弱い生き物であって、現実から目を背けちゃうじゃないですか。本当は勉強、将来に向けて資格取得に向けて勉強した方がいいとか、今の働いている場所がもう嫌だっていうふうに思うんだったら、さっさと転職活動するだったりとか、副業を始めてみるとか、なんかちょっとでも倹約して積立NISAにお金をぶち込むだったりとか、あとは自分のお腹周りの肉をちょっとでも削ぎ落とすために朝早く起きて運動するだったりとか、ちょっとでも早く眠るだったりとかした方がいいっていうふうに分かっていながらも、目先の快楽、スマホとかアルコールとかタバコとかに逃げちゃうじゃないですか。とか、断った方がいいのにうぞうむぞうとの飲み会に参加してしまうというか、あのノーと言えない、そんな人生過ごしてませんか？そうやって現実から逃げる自分も嫌じゃないですか。卒業したくないですか？そういう人間になるために何をしたらいいのか、そして嫌なことと向き合うことができたら人生にどういうメリットがあるのかについて紹介していきたいなっていうふうに思います。まずメリットからなんですけど、当然問題解決能力が高まるわけなんですよね。だって先延ばしとかしなくなって自分の嫌なことと向き合うんだから、結局人生って自分がいかにダメなゴミクソ人間なのかっていうのを自覚してから新しい人生が始まるわけなんですよね。っていうのも、自分が太ってないとダイエットしようっていうふうに思わないじゃないですか。自分を認識すること、自分の現在地を確かめることって、ゴールに向かうために必ず必要なステップなんですよね。っていうのも、どんなに優れたカーナビとか Google マップでも現在地がわからないとゴールまでのルートが算出できないじゃないですか。とか、自分は東京に行きたい、今大阪にいるっていうふうに思っていても、実際あの北海道の札幌にいますだったら、東に進み続けたら東京に行けるっていうふうに思っていても、実は東に進み続けたら網走監獄にたどり着きましたっていう風になったら嫌じゃないですか。というか、東京にはいつまで経ってもたどり着けないですよね。みたいな風に、自分が今どの場所にいるのかっていうのを自覚することって非常に重要なあのプロセスなわけなんですよね。だから自分は今その社畜としてこき使われている、誰かの役に立つこともできてない、こういう給料だ、これは自分の今まで積み上げてきたものがこの程度だったっていうことだって、この程度だということを自覚しなきゃいけないわけなんですよね。自分が今まで勉強をおろそかにしていたから、低学歴で社畜としてこき使われていて、そしてもちろん高学歴でも社畜としてこき使われている人は世の中に忍びますけどね。とか、自分のお腹の周りに肉がたくさんついているのは、運動をサボってお菓子をバクバク食っていたその日々の積み重ねだっていう、そういう現実があるわけじゃないですか。これらと向き合って、だからこそその転職活動だったりとか、例えばプチ断食を大之助の言っていた通りのやり方をちょっとやってみようだったりとか、あの朝電車とかじゃなくて自分で自転車で通勤してみようだったりとか、そうやって自分の現実と戦っていけるようになると、当然その自分のダイエットだったりとか転職とか、そういう問題は5年後とか10年後とかに解決している可能性が非常に高いわけなんですよね。それはあの失敗することとかがあったとしても、何も立ち止まってるよりもマシだからね。そう、ずっと種を植えて肥料をやって水をまき続けていたら、何個か花は枯れるかもしれないけど、いつか花は咲くわけなんですよ。僕たちは花を植えずに水もやらずに、なんかあの素敵な植物、スイカとか、あのなんか手に入らないかなって、植物というかあの果物か、そういう スイカとかあの庭から生えてこねえかなみたいな風に思ってるようなもんなんですよね。僕たちは自分の才能が何なのかを探す努力とか、そしてその才能を磨く努力とかをしてない分際で、成功している人たちに対して、あの、まあ、成功者とか天才とかって僕たちが勝手に天才だと思ってるだけで、あの努力をし続けた凡人である可能性が非常に高いわけなんですけど、彼らに向かって、ああいつら天才でいいなっていうふうに思ってるけど、言ってるけど、僕たちは彼らと同じぐらい努力しましたかって話なんですよね。そう、現実から逃げない人間になることによって、問題解決能力が、僕たちの人生の課題と向き合う力が高まっていくんですよって話なんですよ。で、当然人生イージーモードになりますよね。あの仕事にも一生懸命立ち向かうようになったりとか、なんか副業とかで成果が出たりとか、人間関係でもこれ気まずいから言うのやめようとか、時間が解決してくれるだろうみたいなこととかもなくなって、お互い反目し合いながらも自分の意見とかを伝えるようになるから、当然友人関係とか恋人関係とかも円滑になる、円満になるわけなんですよね。だから人間関係の悩みも減るし、その目先の快楽に逃げるのをやめて、タバコとかアルコールとかギャンブルとかやめて、あの健康にいいものを食べるようになったりとか、日頃運動するようになったら、当然心も体も健やかになりますよね。そして収入面も安定するっていう風になったら、それは人生イージーモードになりますよって話なんですよね。で、ちょっとフライングで言っちゃったんですけど、そうやって嫌なことから逃げないんだから、当然人間関係の悩みも、あの人間関係で同棲している人とかとの悩みとか、あのなんか不満だったりとかも、ちゃんと風船が溜まりきって破裂する前に、日頃からこれこうしてほしいよだったりとか、
自分が悪いことしたらそれはごめんっていうふうに素直に頭を下げられるようになるわけなんですよね。で、さっきのまたフライングで言っちゃったんですけど、健康的に長生きできるわけなんですよね。まあ、先延ばしする人は日頃から無駄なストレスを抱えやすくて、心臓病だったりとかストレスで早死にしやすくなるってことも、心臓病のリスクが2倍とかに増えるんだったかなみたいな研究とかもあるぐらい、僕たちは先延ばししていると早死にしやすくなるわけなんですよね。で、お金持ちに なった人たち、もともと僕たちと同じ貧乏人だったけど、お金持ちになった人たちっていうのは、この自己コントロール能力とか感情コントロール能力とか現実と向き合う力っていうのは非常に強いわけなんですよね。自分の人生は自分で切り開くて、ギャンブルとか神様とかに頼らないし、夢を追いかけて自分の夢が叶わないぐらいだったら夢とともに沈んでいくっていうような、そういうような覚悟を持っている人たちが多いわけなんですよ。そんな覚悟ないよっていうふうに思うんじゃなくて、その覚悟は育てていくもんなんですよね。で、彼らミリオネアとかを対象に行った研究とかでも調査とかでも、彼らお金持ちたちってどういう人間だと思います？やっぱり僕たち貧乏人からしたら、お金持ちたちって弱者からお金を吸い上げている、搾取している極悪人なんだっていうふうに、努力しない自分を、貧乏な自分を正当化したいから、彼らを悪役に仕立て上げたいじゃないですか。ただ実際のところは、社会のために貢献していたりとか、毎日最低7時間を寝たり、毎日最低30分は読書したり、毎日最低30分運動したりとか、毎月最低、5時間はボランティア活動に従事していたりとか、皆さん、僕そんな毎月5時間もボランティア活動とかしてないですよ。みんなそんなに寝てます、運動してます、勉強してます、してないですよね。そう、やっぱ成功している人たちっていうのは、僕たちがめんどくさいなーっていうふうに思っていることをコツコツと積み上げていたから、心も体も健やかになったりとか、そして能力が高いから、その力を人助けのために使っていて、社会に貢献しているから、その感謝の証として、信用の証として、結果的にお金が集まってるに過ぎないわけなんですよね。そう、僕たちは日頃から誰も助けないし、自分を磨こうともしていないから、地べたを這いつくばった生活をしているわけなんですよね。この現実と向き合わなきゃいけないわけなんですよ。辛いですよね。ちょっと一旦水飲みます。で、何が言いたいのかっていうと、例えばそういう自分の憧れた先にいる人の真似をしましょうって話なんですよね。お金持ちってひどいことしてるんだろう、悪いことしてるんだろうっていうふうに憧れを否定しちゃうと、僕たちは憧れに一生近づけないわけなんですよね。僕たちが野球上手くなりたかったら何します？誰に聞きます？自分よりも上手い先輩とかコーチとか、そしてプロ野球選手の解説動画とか見ますよね。少なくとも野球素人の僕に、大之助に、ね、大之助さん、野球ってどうやって上手くなるんですかって聞かないですよね。僕も知りたいですもん。野球上手くなりたいですって。で、それはもうそんなこと当たり前じゃんっていうふうに思いますよね。ただ僕たち社畜から脱出したいんですよね。少しでも裕福になりたいんですよね。じゃあなぜお金持ちたちの日頃の習慣とか思考とかを真似しないんですかって話なんですよね。これおかしくないって。僕たちはお金持ちイコールとか、お金を稼ぐイコール悪いみたいなふうに思っちゃってるから、そうやって現実から目を背けているから、いつまでたってもこの社畜というラットレースから、この歯車から抜け出せないわけなんですよね。で、僕たちの身の回りの常識人たち見てみてくださいよ。常識に従うことは正しいというふうに僕たちは幼少期から刷り込まれてきましたよね。で、社会の9割以上は常識人たちで成り立ってると思うんですけど、その常識人たち幸せそうっすか？そうやって社畜となって生きてて、みんな死んだ顔して、ああ仕事行きたくないなーっていうふうに言って生きてません？彼らが幸せそうに見えます？彼らが理想の人生を歩んでると思います？その一方で、例えば僕の尊敬している人たち、僕の理想とする生活をしている人たちって、西村裕之さんとか、メンタリスト大吾さんとか、堀江貴文さんとか、中田敦彦さんとか、彼らは周りに石を投げられながら、常識人たちに鼻で笑われながら、それでも気にせずにというか、何度も立ち上がって、社会に立ち向かっていった人たちが自由な生活を手に入れられてるわけなんですよね。そう、僕たちは、少子高齢化とか人口減少とか、もうハードモードな沈みゆく日本という巨大なタイタニック号で、まだ安全な最後の一部屋を奪い合ってるに過ぎないわけなんですよね。だからみんなどんどん沈んでって不幸になっていってるわけなんですよ。で、もう僕も含め、僕の友達とか周りの社会人とかでも、やっぱ社会人ね、3年とか5年とか経ってきたら、働いてる人の3割ぐらいは僕みたいにメンタル病んだりとか、そして転職したりとかしてるんですよね。で、残り戦ってる7割とかも、転職を考えていたりとか、仕事楽しくないなって、仕事めちゃくちゃ楽しいですって人とはまだ僕一度も出会えたことないんですよね。そう、やっぱり僕たちはいつかどこかで脱落するというゲームをさせられてるわけなんですよ。だったらこの
沈みゆく沈没船で最後まで戦うんじゃなくて、自分で船作って大事な人たちを乗せて出ていかないって、出ていけるような力を身につけないって話なんですよね。じゃあそうやって嫌なことから逃げない人間になるために何したらいいんですかということについてお話ししていきます。というのも、いろいろ紹介するんですけど、結局自分と日々小さな約束を守り続けることなんですよね。というのも、皆さんの周りで信用できる人できない人っているじゃないですか。これの違い何なのかって答えられます？何だと思います？もうマインドマップとか見たら分かると思うんですけど、一目瞭然かもしれないですけど、日頃からこの人は約束守ってくれてる、遅刻せずに約束の時間に来てくれているとか、自分の大事な話を人にばらさないだったりとか、そうやって日々の約束を守り続けることによってこの人を信頼できるっていう風になるじゃないですか。言ったことやり遂げるなって。で、全然お金を返さない人が、人に対してね、お金返してよっていう風に言って、ああ悪い悪い、次返すからさ、ところで10万円貸してみたいな風に言う人に対して、あなたお金貸します？絶対貸さないですよね。倍にして返すからさとか、ギャンブルで増やすんだよって、絶対貸さないですよね。だって信頼できないから。で、僕たちが自分に自信を持てないのも当たり前ですよ。だってあなた自分との約束守ってます？今度こそダイエットしようっていうふうに思っていたのに、また運動をサボってお菓子を食べちゃってるとか、今度こそ勉強しようというふうに思ったのにスマホをダラダラ触って夜中になっていたとか、そうやって自分のことを裏切り続けているから自分に自信が持てなくなってるんですよ。そんな当たり前ですよ。けどそれは悪いことじゃないですよ。弱いことは悪いことじゃないですよ。弱いままで居続けることが悪いことなんですよ。不安なことは悪いことじゃないですよ。不安を放置しておくことが悪いことなんですよ。何が言いたいのかっつうと、ちょっと一旦水飲みますね。何が言いたいのかっつうと、で水飲むなって話なんですけど、そう、僕たちは自分のことを信じられないっていうふうに思うのは当たり前なんですよ。だって自分との約束を破り続けているからね。だから日頃からこれから紹介する、例えばちゃんと眠るだったりとか、睡眠時間確保するだったりとか、運動するだったりとか、本を読むだったりとか、そうやって自分に課した習慣とか約束を毎日ちょっとずつやってったら、自分のセンスとか才能は信じられないかもしれないけど、積み上げてきたものは信じられるようになるわけなんですよね。例えばちょっと縦画面にしますね。僕の日記アプリライフベアってやつあるんですけど、これでこの JJJ とかなんかいっぱいスタンプあるじゃないですか。これは僕の毎日の日課があるんですけど、日課ランク A とかあるんですよね。それの J ランクまで、どれだっけ、日課ランク J まで、将棋とかまでやってるっていう証なんですよね。そういう時にはスタンプを貼ってる、また横画面にするんですけど、貼ってるんですよね。で、なんかくじけそうな時とか、自分はもうダメだっていうふうに思った時とかに、そうやって日記を見たら、もう3年ぐらい前から JJJJ って続いてるわけなんですよね。お前毎日頑張ってんじゃんって。これだけ頑張ってる人間が、こんなところで諦められるのかとか、お前は他の人間と違ってこういう努力を積み上げてきてんじゃんって、もうちょっとやってみようよっていうふうに、その客観的な自分が背中を押せるようになってくるわけなんですよね。そう、何にも努力できてない人間が、積み上げられてない人間が根拠なく自信持ってたら、それの方がやばいですからね。そんな楽観的な人間よりも、皆さんは努力できてないから自分に自信を持ててないっていうのは、逆に言えば努力すれば自分に自信を持てるようになるという何よりの証なんですよ。伸びしろだらけなんですよ。だからあんまり悲観することはないですよね。自分はもう今から、もう自分は大之助と違って30代なんですよ、40代なんですよ。だから自分はもう今から行動し始めても遅いよって、学生時代から始められてないんだから遅いよっていうふうに思うかもしれないけど、このまま何も現実と向き合わずにただ年を重ねていた、そして棺桶に入っていた世界線よりも辛いけど苦しいけど現実と向き合って、そのレールから外れるという別の世界線に一歩足を踏み入れている皆さんは、この時点ですでに一歩成長しているわけなんですよね。だからそんなに自分を責める必要なんてないんですよって。結局どれだけ悔やんでも過去は変えられないんだから、そして未来は決定づけることができない。だったら自分の理想とする未来への期待値を高めるために、今この瞬間できることを積み上げていきましょうよって話なんですよね。ということで、じゃあ 僕たちは日々何をしたらいいのかっていうので、おすすめな長期的に一生役に立つような習慣について紹介していきたいんですけど、まずは食事ですね。皆さんどんなもの食ってますか。やっぱ自分の脳みそとか体とかメンタルとかっていうのは、日頃食べたもので作られるわけなんですよね。で、栄養バランスとかを考えずにジャンクフードばっかりとかインスタント食品とかゼロカロリー食品とか食べまくってたら、それは体に不調がきますよって話なんですよね。ゼロカロリー食品だって、運動せずに自分のスタイルを維持したい、痩せたいっていうふうに思っている僕たちの甘い心につけ込んだ情弱へのビジネスですからね。ゼロカロリーってことは体が代謝できない、ずっと体に有毒成分が蓄積されていくわけなんですよね。そのせいで発がん性だったりとかあったりとか、
ゼロカロリーってとか、そもそもゼロカロリーちょっと話脱線してるかもしれないけど、皆さんの身の回りでゼロカロリー食ってて痩せてる人います？自分はゼロカロリー食べたからこんなに痩せてますみたいな人っています？いないですよね。彼らは自分の食事を気を使ったりとか、そして日頃軽くでいいから運動したりとか、そういう日々の生活によって自分の体を作ってるわけなんですよね。そう、やっぱりね、大きな成果っていうのは小さな習慣で、日々の習慣で成し遂げられる、作られていくものなんですよね。目先の簡単な快楽とか、自分がその手軽に手に入る報酬とかに手を伸ばしていったら、そんなもありもしない幻想に僕たちは飛びついて、自分の大事な時間とか健康とかお金とかを浪費しちゃってるんですよって。で、食事に対する知識って一生役立つんですよね。しかも自分の友人とか自分の子供とかにも役立ってることができるわけなんですよね。その料理スキルだったりとか、その食材を美味しく調理する方法を知っていたら、やっぱ健康的なものも増えるし、経済的にもお得なわけなんですよね。で、自分のパートナーとか家族とか子供とかがより健康的に健やかに生きてほしいじゃないですか。だったら食べるものには気を使いましょうと。青魚とか発酵した大豆食品、納豆とか味噌とかね、とか、まあ、当然果物何でもいいんですけど、ブルーベリーとか俺食ってるんですけど、あとヨーグルトにブルーベリーかけて蜂蜜かけて食べる、そういう自分のオリジナルのデザートとか作ってるんですけどね。とか、まあ、野菜もいろいろあるんですけど、特に玉ねぎとかブロッコリーとかほうれん草とか、あとキャベツとかも人参とかも結構全体的に栄養価が高いですね。とか果物のアボカドもギネスブックに載るぐらい栄養価が高いんで、その辺とか、まあ、地中海料理とか和食とかそういうのをメインで食べてたら、勝手に睡眠の質は高くなるし、痩せやすい体になるし、メンタルも安定するし、脳機能が頭がすっきりして、集中力とか記憶力とかも向上して、勝手に人生イージーモードになるんですよね。で、どういう食事を心がけたらいいの、どういう料理がまずい、やばいのとか、どういう調理法がやばいのとか、どういう食事がどういう食材にどういう栄養価があって人生にどういう影響を与えるのみたいなこととかは、過去別の動画で紹介しているので、気になった方々は概要欄の食事というプレイリスト調べてみてください。で、同じように睡眠ですね。睡眠も睡眠の質を高める方法とか、睡眠のメリットとか、昼寝のメリットとか、睡眠の質を高める睡眠環境とかも別の動画で紹介しているので、そちらの方詳しく知りたい方々は概要欄の睡眠の方見ていただきたいんですけど、結局人間って三大欲求の一つに睡眠欲あるじゃないですか。寝なかったら死ぬんですよね。というか、知能の高い生物ほどよりぐっすり眠るというか、睡眠時間を確保するように進化してきてるわけなんですよ。にもかかわらず現代人って全然寝ないですよね。というか、さっきミリオネアの話とかした時に、お金持ちたちっていうのは毎日最低7時間寝てるって話したじゃないですか。結局不眠不休で動くことって限度があるわけなんですよね。お金持ちたちは自分の体に鞭打って寝ずに24時間コンビニバイトをしてお金持ちになったわけじゃないんですよ。そもそも単純労働って機械とか AI が代わりにやってくれる時代なんですよね。だから僕たちが重要なのは時間単価を上げること、自分が動かない間でもどうやってお金を稼げるかとか、どうやって成果を上げるかっていう、そういう試行錯誤とかクリエイティビティとか判断能力とかに自分の労力を費やすことが重要なわけなんですよね。だから自分の脳機能を万全な状態に保っていることって非常に重要なわけなんですよ。で、人間の脳っていうのはめちゃくちゃ体重の体重の 2% ぐらいしかない。だから僕60キロぐらいなんですけど、1.2 キロから 1.5 キロぐらいしかないんですよね。にもかかわらず、1日の基礎代謝の 20% を占めるぐらい、めちゃくちゃ大ぐらいな期間なんですよね。で、脳はエネルギー消費が激しいから、老廃物質とか老化物質とかいっぱい出すわけなんですよね。老廃物質、廃棄物とかいっぱい出すわけなんですよ。ゴミをたくさん出すわけなんですよね。で、現代人って江戸時代の1年分の生活の情報量と同じぐらいの情報を1日で消化しているっていうふうに言われるぐらい超情報化社会なんですよね。当然僕たちの脳みそっていうのはそんな負荷に耐えられるはずもなく、それでボロボロになっていってるわけなんですよね。で、人間の脳は深い睡眠に入ってる時に脳脊髄液っていう CSF っていう液体が流れて、そして夜深い睡眠に入ってる時に脳の体積が6割ぐらいまで減少して、4割減少して、余った隙間に溜まっているゴミを脳脊髄液が洗い流してくれるわけなんですよね。で、その睡眠っていうのはなんか睡眠のゴールデンタイムって聞いたことあるかもしれないですけど、厳密には僕たちが深い睡眠に入ってから1時間半後ぐらいにその一番深い睡眠が訪れるわけなんですよね。その時に深い睡眠を取り入れることができなかったりとか、中途覚醒とかしてしまうと、とか太ってる状態で睡眠時無呼吸症候群とかになっていると、当然脳が興奮して、とか寝る前のお酒とかもね、その毒をアルコールを分解するのに体が興奮してしまって、それで
脳を休ませられないんですよね。だから翌日頭がフラフラするし、集中力とか記憶力も低下してミスを連発したりとか、なんか残業とかが増えて、で翌日家に帰る時間が遅くなって睡眠時間が短くなってっていうネガティブなスパイラルに入っちゃうわけなんですよね。だから人生変えたかったら食事睡眠運動なんですけど、睡眠もうちょっと気をつけませんかって話なんですよね。今日は YouTube を見るんじゃなくて、お風呂上がりにストレッチしてそのまま眠るとか、お風呂に入る前にもうスマホの電源を落としておく、で LINE とかはもう明日の朝見てから SNS の返事をするだったりとか、そうやってルールを決めておきましょうと。そういう風に睡眠を変えることも重要なんですよって。あとは運動ですね。運動といっても激しい運動をする必要なんてなくて、運動することによって、そのジム通いとかじゃなくて散歩とかでもいいんですよ。僕はどんな運動してるのかというと、1日5分ぐらいの軽い筋トレとか、朝起きてすぐに、30分とか1時間ぐらいとか散歩するんですけど、とかスポーツサークルで友人とスポーツをしたりとか、サッカーとかバレーボールとかね、あとは地元帰った時に友人とキャッチボールしたりとか、そういういろんな運動とかしてるわけなんですけど、やっぱ体を動かすことによってメンタルも安定するし、肌も綺麗になるし、血流機能が改善するからね、当然スタイルも維持できるし、自分に自信も持てるようになるし、そして人間関係の社交の場にもなるし、そして血流機能が改善するから脳にたくさん栄養が送られて頭が良くなるんですよね。実は運動すると頭が良くなるんですよ。なんかずっと部屋に缶詰で勉強するよりも、気分転換にたまに運動する方が実は自分の健康にも、そして脳の学習効率的にもいいわけなんですよね。ということで、日頃から仕事の生産性を高めたいというふうに思うんだったら、例えば15分に1回ぐらいその階段の上り下りをして別の階のトイレに行くだったりとか、そうやって運動の時間を増やしていきましょうと。運動のメリットとか、どういうおすすめの運動があるのかっていうことについても、概要欄の運動というプレイリストで徹底的に解説しているので、いろんな動画があるので気になった方々は見てみてください。とか読書ですね。僕も20歳になってから読書始めたんですよね。後悔してるんですけど、10代のうちにもっと本読んでおけばよかったって。小学生の10歳になるくらいまでの間には結構絵本とか読んでたんですけど、で僕の話はさておき、本ってね、僕たち凡人が人生を変えるめちゃくちゃ効果のある趣味なんですよね。あ、ちょっと一個思い出した。音楽、これも後で解説しましょう。本なんですけど、本ってやっぱり僕たち日本に生まれたおかげで、そのたくさん本読みたかったら無料で図書館に行けば無料で借り放題なわけなんですよ。いっぱい読めるんですよね。とか現代社会ってそのネットとかインターネットとかチャット GPT とか簡単にいろんな知識に触れられるわけなんですよ。だから僕たちが好奇心とか自分の向上心さえあればいくらでも学んで成長できるわけなんですよね、独学でね。で本を読むことって、人種とか年齢とか国籍とか男女とか問わず誰でもその恩恵に享受できるわけなんですよね。メンタルを安定させることができるし、自己コントロール能力が高まるし、というのも語彙力が増える、自分の扱える言葉の数が増えると自分の状況を客観視できるようになるわけなんですよね。だから自分は今腹立っているじゃなくて、ムカムカしている、ムカチャッカファイヤー、憤りを感じている、憤慨している、怒発点を貫く、アングリーとか、なんかいろんな自分の状況を分析することによって、マジでデスノートがあったら名前100回ぐらい変えてやろうかなっていうぐらいの怒りだなとか、いやそれぐらいじゃ、それほどではないな、この前の子供がレゴブロックをその辺に放置しておいて踏み抜いた時の痛みと怒りと比べたら今の怒りはそれほどでもないなとか、そういう風に自分のこと客観視できるようになったらメンタルをコントロールしやすくなるんですよね。だからお菓子を食べたいという衝動だったりとか、仕事めんどくさいから一旦現実逃避しようかなっていう自分の弱さだったりとか、人と会話している時に腹が立って声を荒げそうになった時とか、そういうのも自分を律することができるようになって、人間関係とか仕事だったりとか自分のやるべきこととかの生産性が高まっていくわけなんですよね。そんな風に読書のメリットについては、それも概要欄の読書効率っていうプレイリストのところに徹底解説してると思うので、そしてせっかく本を読むと言っても、やっぱり昔の僕もそう思っていたんですけど、本を読むことって人生に何のメリットがあるのって思うじゃないですか。その本を読むメリットはその数多なんですけど、お金がかからない上に自分のメンタル安定させてくれたり、睡眠の質を高めてくれたり、ストレスを発散させてくれたりとか、そして共感能力を高めて相手の気持ちに寄り添えるようになったりとか、いろんな人たちの人生を小説とかで追体験できるようになったことで、いろんな人の考えを受け入れられるようになったりとか、そうやって人間関係とか自分の仕事とか、そして自分の人生の問題解決の糸口になるような方法だったりとかをたくさん学べるわけなんですけど、さらに加えて、どうせ本を読むなら少ない時間でたくさん自分の頭に入れたいじゃないですか。
あんだけ時間かけて読んだのに何にも頭に残らない読書って何の意味があるのかなっていう風になっちゃいますよね。まあ、効率的勉強法とかも概要欄のプレイリストにあるんですけど、本を読むときに例えば目次を先に見て、そしてその本から自分はどういう知識を手に入れたいんだろうっていうのを紙に書き出すだったりとか、そしてこれいいなっていうふうに思った内容を今皆さんの画面にお見せしているみたいにマインドマップにまとめてみるだったりとか、友達に話してみるだったりとかね、そうやってアウトプットしていくことによってせっかく読んだ本の内容を覚えることができるわけなんですよ。小説もそうですよ。僕たまに小説紹介とかしてますよね。これ面白かったわっていう本をマインドマップにまとめて皆さんに話すことによって、その本の内容をより僕の血となり肉となり糧とできているわけなんですよね。みたいな風にアウトプットすることによって読んだ本の内容を長期記憶に定着しやすくなるよみたいなテクニックとか、効率的な読書術についても別の動画で紹介しているので、そちらの方も気になった方は見てみてください。そうやってやっぱりその自制心を発揮したり自分の心と体を養ってくれる読書って非常に効果的な習慣なんですよね。とか瞑想もおすすめですね。瞑想というとなんかスピリチュアルっぽくて怪しいなっていう風に思うかもしれないですけど、ただ息を吸ってゆっくり息を吐くみたいなこととか、自分の体の感覚に注目するだったりとか、自分の湧き上がってきた思考に意識を向けるとか、いろんな瞑想の方法があるんですけど、まあ、瞑想も自分のメンタルを安定させてくれたりとか、そのやっぱり世話しない日常から離れると、ああ自分はこんなことしてる暇ないのになとか、なんか瞑想の呼吸に集中してたのに今日の晩ご飯何にしようかとか余計なことで思考がそれちゃった、よし呼吸に注意を戻そうみたいな風に注意力を鍛えるトレーニングになるわけなんですよね。まあどんな広がりな人間も筋トレしたら筋肉がつくのと同じように、集中力も誰だって鍛えたら改善することができるわけなんですよ。集中力のベースラインを底上げすることができるわけなんですよね。だから日頃から瞑想しましょうと。で、瞑想の何がいいのかって、お金がかからない上に時と場所を選ばないわけなんですよね。なんか自分の発言権がないつまんない会議に出席させられた時とかも、自分の呼吸に集中したら瞑想のトレーニングになるわけなんですよ。時間無駄にしたなっていう感覚とかも減るわけなんですよね。で、まあ瞑想のメリットとか具体的な方法については過去別の動画で紹介しているので、それもストレス対策のところから気になった方々はご覧になってください。とか日記を書くことも重要ですね。まあ朝自分は人生を通して何をしたいのかだったりとか、自分は今日どんな一日を過ごしたいのかとか、昨日どんなことが反省点だったのかって朝書くのもおすすめなんですけど、僕は寝る前に書くことも多いですね。今日一日の反省点とか、今日の飲み会最悪だったとか、逆に今日の飲み会最高だった、あの人がいたからとか、あの人がいる食事会は毎回最悪だな、あの人の誘いは今度から断ろうみたいな風に自分の一日を振り返ることができたら、翌日とかそれ以降に生かすことができるんですよね。で、結局人間って自分の思考とか自分の言った言葉を信じる性質があるから、そうやって毎日日記とか書いてたら、で口に出してたら、自分はこの人が嫌いなんだ、自分はインドアだと思ってたけど意外とアウトドアも好きなんだな、山登りが好きなんだなとか、自分の取扱説明書が分かるようになるわけなんですよね。ってなったら、その人になんか飲み会とか誘われても自分の深層心理でなんか門番ができて、お前この人との飲み会嫌いなんだろう、断れよって言ってくれるようになるわけなんですよね。一歩冷静に自分の状況を客観視できるようになるわけなんですよね。で、睡眠の質が高まったりとか、自己コントロール能力が高まったりとか、いろんなメリットがあるので、で毎日日記を書くのめんどくさいし、日記もしなくしちゃったら面倒じゃないですか。だから僕はさっきのライフベアっていう日記兼カレンダーアプリに毎日のことを1行でもいいから音声入力で自分で文字打つのめんどくさいから音声で喋って入力してるんですよね。そんなんでもいいから自分のことを振り返る時間を作りましょうと。で、僕はその日記代わりにもなってるんですけど、こうやって自分の日々学んだことをマインドマップにまとめる、言語化することも、これも日記と同じようなセラピーの効果を僕享受してるんですよね。で、さらにその内容を喋ることによって友人にお悩み相談をしているかのような、実はこの僕のチャンネルって皆さんにその役立つ情報を提供するという側面もあるけど、僕自身も自分のメンタルを安定させる活動の一つになっちゃってるわけなんですよね。みたいな風に日頃からその解決策が提示されなくても自分の友人とか家族に自分の今抱えているものを話したら気持ちが楽になるじゃないですか。それと同じなんですよね。自分の抱えているものを外にアウトプットすることって自分のメンタルを健全に保つのに非常に重要だし、自分が何をしたいのかっていうこと、自分は何に悩んでいるのかっていうのを、そういう現実と戦うための一歩としてこの日記を書くのって非常に効果的な習慣なので、皆さんもぜひやってみてください。で、日記、エクスプレッシブライティング、筆記開示っていうふうに心理学の方では言うんですけど、その筆記開示のメリットとか実践方法については過去別の動画で詳しく解説しているので、そちらの方もストレス対策のプレイリストに入っているので気になった方々は見てみてください。とか副業もおすすめですね。何でもいいんですけど、
ブログでも YouTube でも、まあ、スマホ1台あればできるようなことってたくさんありますよね。せどりだったりとかライブ配信とかね、とかプログラミングの勉強とかもパソコンがあればできますよね。何でもいいけど、その日々安定した収益があるんだったら、あの本業の傍らいろんなことに挑戦してみたら、クリエイティブなこととか自分の創造性だったりとかを養えたり、ひょっとしたらそれが収入源になったりとか、僕みたいにそのお金稼げなくてもこれがライフワークというか、これが楽しくて仕方ないみたいな新しい趣味になるかもしれないわけなんですよね。で、あの自分の、あの職場は副業禁止だから、自分公務員だからっていうふうに思ってるかもしれないですけど、実は副業する方が、あの別にバレなきゃこっそりやればいいんですよ。いきなり稼げないから大丈夫。大抵の人たちは1円も稼げずに辞めていくし、僕ももう副業と始めて4年ぐらい経ってますけど、1円も稼げてないですからね。これ副業と呼んでいいのかって感じなんですけど、センスなさすぎでしょって感じなんですけど、そう、僕たちはなんか成功者が、あの例えば中学生のちょんまげ小僧くんたちがなんか半年とかでその何百万人とかチャンネル登録者いって、あ、才能あるやつは違うなとか、自分もそうならなきゃみたいな風に思ってるかもしれないけど、トッププロの一人を見て自分もそうならなきゃっていう風に思うのって、才能ない分際でおこがましくないと思いません？別に自分の好きなことやればいいんですよ。で、あのゲームが好きだったらゲーム実況とかもやってみたらいいんですよ。それで居場所が生まれるかもしれないしね、自分が誰かの居場所を提供してあげられてるかもしれないしね。自分が好きなことで生きていきたいんだったら、せめてその好きなことをアウトプットしようよって話なんですよね。で、副業する方が本業でもチームワーク行動が増えたりとか、その本業の生産性が高まったりとかね、時間を効果的に使うようになるからね。だから目の前の作業に集中するようになるとか、その家帰ってから、そのパパママとか子育てに勤しむ人たちは、家帰って子供の世話があるから、あの仕事をめちゃくちゃ全力でやることを終わらせるみたいな、そうやって生産性が高まるみたいなこととかも目の周りにいるかもし、そういう人とかいるかもしれないですけど、同じように副業やってる人とかって、自分の時間が有限だから、一日に使える時間って有限だから、一日を効率的に使うようになるわけなんですよね。で、やっぱり副業とかで成果出してる人とかって、朝の通勤通学の時間に音声学習でインプットしたりとか、あの例えばブロガーの方だったら、会社員時代に昼休みに自分の頭の中でブログの構成を考えたりとか、ブログを執筆したりとか、家帰って仕事が終わってから、あの夜中までブログの執筆作業したりとか、隙間時間とかをね、やっぱ、まあ、狂気とも言えるぐらい熱中してるわけなんですよね。そうやって自分の人生、自分の時間をうまく使えるようになったりとか、どうでもいいうぞうむぞうとの飲み会も断るようになったりとか、自分の人生は自分の意思で切り開くっていう人生の目的が生まれると、そうやって意思決定能力とか、そのダラダラしなくなるわけなんですよね。人生は何も楽しくないなじゃなくて、自分はこれで一旗あげるんだとか、自分はこれで誰かの役に立つんだっていうふうに思えるような指針が生まれることによって、やっぱ人生に彩りが生まれるわけなんですよね。だから本業をやってるならなおさら副業やってみませんかって話なんですよね。いきなり副業ではそんな稼げないから、そんなすぐにさ、俺さっき言った通り4年ぐらいいろいろライブ配信とかいろいろ挫折してきてるわけなんですよね。ウェブライターとかね、そういう話とか、別の動画とかでも語ってると思うんですけど、概要欄の副業とか、お金とか働き方っていうプレイリストに入ってるのかな。で、だから皆さんがちょっと YouTube やってみて、1ヶ月でチャンネル登録者 1万人いきましたとか、そんな逸材がいたら、僕ちょっと嫉妬で皆さんの頸動脈を噛みちぎりたくなってしまうから、そんな高望みしなくていいです。ゆっくりやってってください。で、あの、まあ、年間20万円以内だったら、別に本業の収益だったら本業にバレなかったりとか、自分で確定申告したらいいとか、いろんな方法とかあるから、とにかくやる前からいろいろ不安を感じるのってナンセンスじゃないって自分の人生変えたいんでしょって話なんですよね。とりあえずやってみたらって話なんですよ。どうせうまくいかないから大丈夫。素人が新しいこと始めたら絶対うまくいかないから。だからとりあえず自分の人生の中で新しい挑戦とか刺激とかを増やしていきませんって。その中の一つに副業というのは非常におすすめなんですよって。それで収入源が増えたら、本業でパワハラとかブラック企業とかそういうなんか違法な労働形態とか、あとはなんか賄賂だったり贈収賄だったりとか、そのなんか会社がなんか不正をしているっていう事実があったとして、自分は屈さずに済むわけなんですよね。やっぱり自分の収入源が一本になってたら、その専業主婦の人がその夫の DV とかに逆らえないのと離婚できないのと同じように、生殺与奪の権利を他人に握らせていたら、いざという時脱出できないんですよね。だって生活できないから。そうじゃなくて、人間関係だって自分の居場所がたくさんあったら、別にお前らに嫌われたところで痛くも痒くもないし、転職したら一生関わらないしとかいうふうになるし、仕事だって自分は生活していくために最低限必要なお金を自分で稼げるようになってるんだから、こんな仕事いつでも辞めてやるぜっていうふうに思えるようになるわけなんですよね。
そういうふうに自分の心の平穏をつかむためにも、そしてやっぱ現実と向き合って何か成し遂げたっていう達成感というかゴールとかも副業には明確にあるわけなんですよね。そういう自分のことをもっと好きになるためにも副業って非常におすすめなんですよと。じゃあおすすめの副業って何なのとか、例えばブログってどうやって解説するのみたいなこととかも過去別の動画で紹介しているので、気になった方々はその副業とか働き方っていうプレイリストを見てみてください。そしてさっき即席で作った音楽っていう習慣、趣味とかも非常におすすめですね。僕もピアノ始めて3年ぐらい経つんですけど、ピアノじゃなくてギターとかでもその歌の声の発声方法を学ぶとかでもいいんですけど、とにかく音楽って非常に脳にいいわけなんですよね。子供に教える、子供にやらせる習い事の中でピアノがトップクラスにいいっていうような話とかも聞いたことあるかもしれないですけど、その楽器を奏でることってめちゃくちゃ脳への刺激になるんですよね。アーティストたちは一般人たちよりも平均して記憶力がめちゃくちゃ高いみたいな、まあ、鍛えまくってるんでしょうけどね、そのそういうような研究とかもあるんですけど、というのも自分の体を動かして楽器 を弾くじゃないですか。でその音を自分の耳で聞いて、そして楽譜を見て自分の音とその楽譜との音のズレを調整するとか、リズムを周りと合わせるだったりとか、その自分の運動感覚とか聴覚とか視覚とかいろんな部分を複合的に刺激するからめちゃくちゃ脳トレになるわけなんですよね。そして、まあ、楽器弾いたことある人分かると思うんですけど、もうその楽器を弾くことにしか注意が向けないわけなんですよね。他のことにリソースを割く余裕がないわけなんですよ。ってなったらネガティブ感情とかにもとらわれにくくなって、めちゃくちゃメンタル安定するんですよね。めちゃくちゃいいストレス発散になるんですよ。そのうつ病の人に対してキックボクシングとかボルダリングとか体のバランス感覚に注目を向けさせる運動って非常に効果的っていう話とか聞いたことあるかもしれないですけど、僕のチャンネルでも何回か紹介させてもらってるんですけど、やっぱ運動がメンタルにいいっていうのも、特にキックボクシングとかボルダリングとかって自分の体に注目しないと転んだりとか落下するじゃないですか。だからそのネガティブ感情から一時的に切り離されて目の前の作業に集中できるようになるわけなんですよね。こういうふうに自分の注意力を強制的に奪っていく、そういう趣味を作ることによってやっぱり自分のメンタルを健やかに保つことができるし、楽器の場合は脳を鍛えることもできるし、そして何よりなんか楽器を弾けるようになった、この曲を弾けるようになったっていう自己肯定感とかを高めることができたりとか、友人たちと遊ぶ趣味の一つというか選択肢が生まれたりとか、まあとにかくメンタルに、メンタルと脳にいいわけなんですよね。やっぱり男性だろうが女性だろうが楽器弾ける人ってかっこいいじゃないですか。まあダンスとかもそうなんですけどね。でリズム運動とかってダンスとか階段の上り下りとか散歩とかもそうなんですけど、幸せホルモンのセロトニンを分泌させてくれたり、その幸せホルモンのセロトニンは夜になったら眠気を司るメラトニンというホルモンに変わってくれたりとか、とにかく僕たちの人生にいい影響を与えてくれるから、やっぱそういう音楽とかダンスとかって自分の嫌なことと向き合う力を養ってくれる習慣として非常におすすめなんですよね。そして、習慣というよりも最後おまけみたいなもんなんですけど、環境を作りましょうと。例えば自分の大事な人、友人とか家族とかの前で自分は2ヶ月以内に3キロ痩せるとか目標を宣言する、パブリックコミットメントって言うんですけど、ビッグマウスで知られている有名人とかいくらかいるかもしれないですけど、例えばレペゼンフォックスの DJ 社長さんとか、コムドットの大和さんとか、元プロサッカー選手の本田圭佑さんとかね、彼らは大勢の前で本当に自分に自信がある、それだけの努力をしてきたっていう自負があるんでしょうけど、それ以外にも何て言ったらいいのかな、みんなの前で言ってしまった手前、もうやるしかないなっていうふうに自分を追い込んでる側面もあるわけなんですよね。そう、結局自分だけのルールを課していたらサボってもバレないわけなんですよ。ただそのみんなの前で言ってしまったら、でその目標が達成できなかったら自分は嘘つきだっていうふうに思われてしまうから、だからやるかっていうふうに前に進めるようになるわけなんですよね。僕が運動とか勉強とかを習慣ができてるのかとかも、本を読むのを習慣ができてるのとかも、こうやって怠惰な自分を変える方法とか情報発信してるんですよ。そんな人間が自堕落にお菓子食べてたりとかギャンブル行ってとかアルコール飲んでたら説得力ないじゃないですか。っていう風に僕が物事を習慣ができているのは皆さんのおかげなんですよね。こんな感じで、例えば僕のこの動画のコメント欄に、自分は何月までにこういうことをします、毎日1日1回の腕立て伏せを習慣化しますとか、朝5分散歩しますとか、寝る前に1ページだけ読書しますとか、皆さんもぜひ僕のコメント欄活用してこういうことしますっていうのを書いてみてください。そうしたら僕も見てるし、僕と同じようにこの動画を見ている他の仲間たちも皆さんの目標が達成できるのかっていうのを見てるので、そうなったらいろんな人たちに約束してしまった手前、
もう逃げられないなって、逃げられないなって、だからやるかっていうふうに勇気をもらえるようになるわけなんですよね。そういうふうに目標宣言をする場を作るとか、それはもちろんさっきみたいに SNS でもいいし、自分の身の回りの人たちに公表すると。でそれが達成できなかったら、お前に飯をおごるわとか1000円を渡すわみたいな、そういう取り決めとかをすると、より目標達成率は高まりますね。そういう物事を習慣化する秘訣とか悪役対策についても、概要欄の習慣術悪役対策っていうプレイリストで徹底的に解説しているので、いくつかの動画があるので、とかやっぱ成功者たちはこういうことを習慣化してるんだよみたいなこととかも話しているので、気になった動画ぜひご覧ください。そして同じようにさっきと被ってるんですけど、仲間を作るっていうことも重要なんですよ。結局ね、人間は一人じゃちっぽけな生き物で、弱っちい生き物で、やっぱ仲間がいないとね、心折れちゃうんですよね。まあ副業をやったことある人とか体験済みだと思うんですけど、自分と同じように切磋琢磨できる仲間がいると、やっぱ勇気をもらえるわけなんですよね。だから繰り返しになるんですけど、僕は皆さんから勇気をもらっているわけなんですよね。だから副業仲間を SNS で募るだったりとか、自分の共通の趣味の仲間をSNS で作るだったりとか、そういう習い事教室に通いだったりとか、スポーツサークルに行ってみるだったりとか、そうやって自分の居場所を自分で作っていきましょうと。辛い時苦しい時伝えてくれるというか、苦しみを理解してくれる仲間がいるっていう風に、孤独感を紛らわすことによって、僕たちは先に進めるようになるわけなんですよね。まあ、孤独って1日タバコを15本吸うのと同じぐらい健康に悪いよみたいな研究とかもあるし、やっぱね、うぞうむぞうに迎合する、頭を下げる、取り繕うのもは良くないんですけど、ストレスになるんですけど、とはいえ一人ぼっち、誰も友達がいない、仲間がいないっていうのもストレスなわけなんですよね。だから群れないけど、群れないけど孤立しないっていうのも重要なんだよと。だから日頃から新しい人間関係を作っていきましょうと。肌の新陳代謝と同じですよ。人間関係だってずっと同じ人たちといたら、新しい刺激が手に入らないし、自分の人生は変わらないかもしれないですよね。もちろん僕は地元の友達とか、高校時代の友達とか、社会人になってからできた読書仲間とか、大事な人たちはいますよ。だけど、お腹が減ってるからこそ、ご飯を食べるのが、食べるご飯が美味しいと感じるのと同じように、たまに会うからこそ、その人たちといられる時間を大事にできるわけなんですよね。僕の好きな古事聖語で、君子の交わりは淡きこと水のごとしという言葉があるんですよね。賢い人たちの関わりっていうのは、慣れ合わない、ベタベタ慣れ合わないと、キツの舐め合いをしないと、水のように味がないけど、水が味がないからこそいくらでも飲めるみたいな言葉があるんですよね。でその対義語で、精進の交わりは淡きこと霊のごとしっていう言葉があるんですよね。小人って書いて精進なんですけど、まあ、しょうもない人間たちっていうのは、甘酒みたいにベタベタと関わり合っていて、まあ、結局傷の舐め合いしてるよねみたいな言葉なんですけど、そんな人間関係にならないように、やっぱり人によっては人生暗く、そのアップダウンがあって、なんかネットワークビジネスにハマったりとか、詐欺にハマったりとか、メンタル病んだりとか、いろんなとか、努力しない自分を正当化したりとか、やっぱやめ打ちすることとかってあるんですよね。でその人と対して仲良くない、その人がピンチの時に助けたいと思わないのであれば、その人はさっさと切り離して、もっと自分の大事な人といられる時間を増やしましょうねって、そういう風に、よくも悪くも、たとえ自分の親友だろうが、親友じゃなくなる時だってあるわけなんですよね。価値観が変わってきたりとかね、小学生とか学生の頃とかってみんな同じ環境で育ってるから、よくも悪くも同じような気が合う仲間になるわけなんですけど、体育の授業とか同じ体験するじゃないですか、修学旅行とかね。だから気が合うけど、社会人になってそれぞれがお互いの別の生活とか生活習慣とかしてたら、価値観とか考え方とか変わってくるわけなんですよ。特に僕の動画を見ている方々とか、本気で人生を変えようというふうに思ってたら、ギャンブルダメとか、アルコールダメとか、タバコだ、ギャンブル、アルコール、タバコダメとか言われたら、じゃあ何したらええねんみたいな風な人とかもいるわけなんですよね。っていう風になったら、やっぱ人は上のステージに上がっていくと、これまでいた世界の人たちとは話が通じなくなってきたり、話がお互いの好きな趣味とかが噛み合わなくなってくるわけなんですよね。けどそれは悪いことではないわけなんですよ。だったらその新しいステージで新しい友達を作ればいいだけの話なんですよね。だから仲間を作り続けること、新しい環境に飛び込むことを日頃やっていきましょうと。そうやって日々小さなことから始めていくと、僕たちは日々小さなことと戦っているから、大きいトラブルとかに直面しても戦っていけるようになるんですよって。でまたミリオネアの話なんですけど、やっぱミリオネアとかは朝起きて昨日の疲れが取れて一番頭がすっきりしている時間帯に、自分の人生について考えたり、死について考えたりとか、どんな生涯を送りたいだろうかとか考えるらしいんですよね。でスティーブ・ジョブズさんも、アップル作ったスティーブ・ジョブズさんも、今日が人生最後の一日だったとしたら、どんな一日を過ごしたいだろうっていうふうに毎日鏡を見て自分に問いかけていたらしいんですよね。
で、僕もどんな生涯を送りたいかとか、自分の葬式があるときに誰に来てほしいか、どんな言葉を投げかけてほしいかとかを自分の中で考えてるんですよね。1週間に1回とかね。そうやって死を明確に考えることによって、やっぱ日頃自分と一緒にいてくれる人のありがたみを感じることもできるし、自分の時間を無駄にしないようにしようって思えるようになるわけなんですよね。こんな風に自分は何がしたいのかとか向き合っていくこととかって、やっぱり嫌なことから逃げない、そんな自分の憧れていた人間になるために非常に効果的なプロセスなので、ぜひ皆さんも今回の動画で紹介した内容いきなり全部やれっていうのは無理だと思います。てか無理でしょ。できたら羨ましい。俺はこういうのを全部習慣ができるようになるまでもう3年とか4年とかの歳月を費やしました。だから皆さんもそれぐらいこれらを全部習慣ができるようになるまで時間がかかるというふうに思っていてください。3ヶ月とかで全部習慣化させられたらちょっと僕嫉妬で狂っちゃうので、今回の動画で、あ、これ面白そうだなって思った1個だけでもいいから、皆さんコメント欄で自分はこれをやっていますと。だから自分で週に1回料理を作って作り置きしています。お弁当を昼作っていますけど、しんどくなったら食堂とか使いますけどとか、自分は毎日朝5分の運動を習慣化づけますだったりとか、ちょっと副業について調べてみますとか、1日眠る前に日記を書いていますとか、朝起きた時にベッドから起き上がる前に深呼吸を1回していますだったりとか、皆さんがぜひやってみたいこと、目標をコメント欄を使って宣言してみてください。あなたは一人じゃないですよということ、一緒に切磋琢磨して人生変えていきましょうということをお伝えしたかったです。ということで今回は以上。バイバイ。